はい、ジンチャンネルのジンでございます。今日はボス戦初日ということで、牛魔王戦やってまいろうと思います。では、スタート。はい、ということで、本日は2月7日木曜日ですけど、なんとアップデート今日はありません。明日金曜日がアップデートの日になりますので、今日はひとまずフンナの牛魔王をやってまいりましょうか。フンナの牛魔王、ハード牛魔王ですね。ハード牛魔王なんですけど、手下に状態上の石化が感電を与えて攻撃できないようにするのが、今回の牛魔王とタイプとなっております。今現状見ていきますと、一番上の方々、7億超えてますね。翡翠さん、そして黄金騎士さんという、もういつものね定番メンバーでございますけど、編成見させていただきますと、こちらですね、エリシア、リョフ、そしてメルキルに、レイチェル、バートリーと、もうこれね鉄板メンバーです。鉄板メンバー、ちょっとここにね差し込めるような、編成は今のところないと思います。本当にこれが一番スコア出せるかと思います。あ、山田さんもおりますな。はい、ということで、私は一言言っておきますけど、バートリーがレベル44でございます。なので他のキャラクターでねスコアを出していこうかと思います。やっぱり今はねこの子の編成でしょう。私の編成はこちらになります。デデンと、メルキル、レイチェル、リョフ、エリシア、そしてデオワンバックでいきたいと思います。まあこの中で見ての通り回復キャラなしで編成してますので、相当厳しい戦いになっておりますのでね、一人ずつちょっと紹介していきましょうか。まずメルキルからご紹介していきましょう。もうこの子はパッシブからいって、通常攻撃時全ての味方のスキルクールタイムを4秒短縮することができます。つまり反撃させて4秒縮める、でクリティカル率 65% 上昇、そしてクリティカルダメージを 65% 上昇させるということで、テオが使うスキルにクリティカルが、通常でついてないんですよ。だからこの65っていうのは結構でかいんですよね、上昇させるのが。だからメルキルはまず外せない、スコア伸ばしていくにはね。でもちろん、聖女の装備で反撃を2つけております。テオが反撃率高いので、この聖女の反撃率つけておくことによって、5人攻撃された時にも一応メルキルが動いてくれるような仕様になっております。あとはリングの方ですけど、特に今回まあ防御力とヒットポイントはつけておりません。はい、をつけておりません。そして宝石の方はブロック率の上昇で、吸血は 100% 絶対つけてくださいということになっております。続いてエリシア紹介してみましょう。まずパッシブで自分のヒットポイントが 40% 以下になった時に、一度だけ自分のヒットポイントを4000回復することができる。それで回復もできるっていうのもいいんですけど、全ての味方のダメージが 50%、 そして5人攻撃スキルのダメージが 50% 上昇、これがね結構相性いいです、テオとは。なのでエリシアは採用ですね、この枠は。あとはこちら必殺の敏将ですね。敏将を2セット、あー片方弱点になってるよね。一応敏将1個持たせております。そして、ヒットポイント正常で、リングの方はかなりね火力がね牛魔王きついんでね、最大ヒットポイントの 65% まで1回の攻撃で受けるダメージを減らすという、リングをつけさせていただきましたと。で吸血はつけながらブロックも一応可能性であったらいいかなと思って、ブロックの上昇もつけております。両方に関してもほぼ敏将装備と聖女の装備、そしてヒットポイント防御力アップのリング、あとは吸血宝石をつけた状態で今回やっております。レイチェルに関してですけど、武器は弱点つけさせていただいております。クールタイムが、まあ、3%3% の装備が2本ついているんですけど、もうねスキルクールタイムを短縮するのにはこのフレドラじゃないよ、カイザフェニックスしかないんですよ。スキルクールタイムを10秒短縮させることができると、後方ですな。だからテオがいかに長いスキルクールタイムを短縮させるのは、もうこの
レイチェルとメルキルの反撃でクールタイムを少しでも少しでも短縮していく戦い方になっていきます。あとはもう聖女と、防御ヒットポイントと防御のアップのものをつけております。まあレイチェルはね1回死に戻りができるのでね、まあ2倍ヒットポイントあるって考えていてもいいかと思います。もちろん吸血はつけております。最後に手を紹介していきましょうか。宝石の方を見ていきますと、しっかりとした装備をつけさせていただきました。まず4から5人攻撃のスキルダメージの 30% 上昇、そしてルディの守護で弱点の攻撃ダメージ 30% 上昇で、魔女をね一応つけました今回。なぜならこの2セット効果クリティカル率 20% 上昇、これがね出せないと相当痛いんで、この一番メインで使っていくこちらのスキルなんですけど、130% の物理ダメージ3回与える、貫通効果は適用、ただここを見ていくとクリティカルが適用されてない。だからどうしてもねクリダメアップをクリティカルダメージ率をアップさせておいた方がいい。で先ほど説明したメールキルの 65%、 そしてこちらのテオの2セット装備魔女のセットで 20% アップで 85%、 まあこのぐらいは入れておいたら、大方出るというふうに踏んでおります。ただ弱点を1本クリティカルに変えるっていうのも手なんだけど、そうそうね弱点がね100超えられないんだよね。弱点ね2本つけてクリティカルは 85% の率だけど、そこでスコアをね少しでも出していきたいと思います。はい、そして教本になりますけど、私一応全部開けております、開けております。でやっぱり戦術としてはこの攻撃戦術16の、逆殺者戦闘中に味方の攻撃力と魔法力が 10% 上昇します。こちらをやっぱりねつけたいので、どうしてもね攻撃側に16振りたいと。で残る4つをこちら側に振ってみますが、もう防御の方残り4つをどこにしてるかっていうのだけ確認させててくださいということで、まず1つはこちらですね。戦闘中に味方のブロック率が 20% 上昇する健康な盾というものを1個つけて、残り3つはまあ鋭い、まあ正しいですね、これはもう絶対ダメージ力が 20% 上昇するのでつけます。そしてその隣、峠の鎧、戦闘中に味方が受ける1から3人攻撃スキルのダメージ量、ダメージが 10% 減少すると。実はですねこれ上見ていきますと1から3人の攻撃スキルのダメージが 10% 上昇、もうこれテオに関しては必要ないのでもうこれ下でいいと思います。牛魔王が3人攻撃のスキルを打ってくるんで、これは結構下にしといて最適だと思います。そして隣、煙幕弾、戦闘中に敵の反撃率が 20% 減少します。これはねもうねどれでもいいかな。残り1つは煙幕弾はちょっと迷いましたね。上でも戦闘中に敵のブロック率が 20% 減少しますということで、もし上に他につけたいものがあったら、ここのところで1個は調整するのがいいんじゃないかなと思っております。以上ということで早速ですがやっていきましょう。はい、ということでやっていきましょうか。まずはレイチェルの上と両夫、そしてレイチェルの下ということですね。この3つだけですね、デバフ。まず先に打っていっちゃいましょうかね。地面強打、そして一つ皆様言っておくことがあります。私爆弾小僧放置した状態でプレイしていきたいと思います。あとはレイチェル、闇の炎、ですねこの火力以上にこれ何なんだろうね、ヒットポイントがあるのか防御力が高いのかわからないんですけど、その場合爆発しても死なないんですよね。なんかよくわかんないですけど僕も。で少しでもスキルを回したいのでエリシアの感電スキル使いません、使いません。そしたらテオの下打ったんでレイチェルの上、死なないでしょ、死なないでしょ。でわざとこれ誘導してます、メルキルに誘導してます。なんかねこれもねわかんないんですけど、防御力が低いキャラ2体に、この爆弾小僧は爆弾放ってくるんじゃないかななんてちょっと思ってます。でもねなかなか立証できなくてね、すいません。あのただ誘導することによって爆弾小僧爆発しますね。でメルキルが反撃します。つまりそこでスキルクールタイム短縮ができるんですよ。なのでかなりお得。
他のスキルを回すよりか、あの爆弾小僧のモーション結構早いんで、そこでどんどん回した方が僕はいいかと思います。うん、よし、次レイチェルの上行こうか。で、ここで打つ手がなくなっちゃうんだよね。ただもう粘ります。これを狙います。つまりテオとこのメルキルに爆破させておくことによって、他のレイチェルと呂布とエリシアがダメージ受けません。この地面強打とかね、あの与えられたらダメージ打つけるじゃないですか。爆弾こそだったらそこを1ポイントゼロで抑えることができますからね。ゼロで、それはね結構でかいです。そうじゃないと延命できません。5分ね。おい、ちょっと待ってきた。反撃。そしてレイチェルのウェイ、行きましょうか。うん、もうそういうことしてる間に2分半経っちゃいましたね。2分半。こっから次の一手でデススマッシュが来ますね。うん、デススマッシュ来てください。うん、オッケー。あー、よし、いいね。うん、まあでもこれね、爆弾こそでもね、たまに倒れます。なんで倒れちゃうのかちょっとわかんないんだけどね。なんなんだろうね、これね。死ぬ時と死なない時があるっていうのはちょっと不思議なんですけどね。うん、もし誰か知っていた方いましたら、ぜひとも教えください。よし、じゃあレイチェル上行こう。あー、呂布が死ぬー、呂布が死ぬー。で、皆さん忘れていました、呂布の方ですけど生き返りリングつけておりました。そうだ、忘れてた、それ説明してなかった。あー、テオ死ぬんですよね。もうなんで倒れちゃうのかな。たまに死ぬんですよね。まあ残り1分半だから倒れないでいけるような気はするんですが、ちょっとわかんないな。あー、レイチェルも一回倒れた。残り90秒いきますよ。打てるか、打てこい。いやー、もうダメか。目指すはとりあえず3億いったね。うん、したらレイチェル上打って、うわー、頼む。あー、危ない、危ないね。よし、あと2発は打てないね。手を一旦、これ呂布が死んじゃうな。うわー、倒れた。テオの覚醒遅かった。回復できるかと思ったんだけど遅かった。まあ一応上から打ってっちゃえね。もう残り時間なくなってきてるからね。打てない方がきつい。あ、下行けよ。下。でもこれラストだね。下ラスト。うん、いや、エリシア覚醒使いたい。オッケー、覚醒来たね。これ最後にかけようか。覚醒いきますよ。覚醒頼む。49秒。もう一発上だけで持てるでしょう。頼みます。よし、打てる気がする。打ち込め、頼む。動け。持ってかれんだよ。よし、オッケー。さあ、いったー、5億いった。よっしゃー。あー、やっと5億いったよ。もうきつい。5億点突破いたしました。皆様、これ収録5時間かかっております。はい、ということでようやく収録が終了します。私これ収録するのに、5時間かかってますからね、本当に。本当はね、バートリーでやれよっていう話がね、すごい聞こえてきますけど、一応テオでも、ここまでスコア出せるという動画を作りたいなと思ってやってみました。逆にこの編成で5億もっと超えてる方がいましたらね、ぜひともね、お知らせください。あとは、まあ一つあったんですけど、この編成から見ていきますと、テオ、ワンバックですよね。で、はっきり言いますと、エリシア必要ないんですよ。もう感電も石化も爆破を、爆弾構造の爆破を抑え込むことができたら、これ別にエリシアいなくてもいいんですよ。エリシアいなくても。だから他のキャラで、もっとパッシブ持ってるキャラクターをここに入れようかなと思ったんですけど、あんまりね、実は
スコアが伸びない。伸びないし、実はこれね、気づいたんですけど、エリシアの覚醒スキルを使って攻撃するダメージと、今現状のテオの私の装備とか編成でもう多分ね、攻撃力とかがマックス値までいっちゃっていて、エリシアの覚醒スキルのダメージと通常テオの攻撃する下のスキルのスコアが同じなんですよね、なぜか。ちょっとだけここを見ていってください。検証の一つになっておりますけど、今からテオの下のスキル打っていきますね。まだ見ての通り覚醒スキルを打ってません。154のところが210になりましたね。つまり、154だから5056が出てますよね。56、まあ数字だけで見てみましょう。56が出ていますよね。この後エリシャの覚醒スキル使っていきますんで、ちょっとそこまで飛ばしてみたいと思います。はい、次に覚醒スキル使っていきますよ。テラの導きによって攻撃力がアップするはず。先ほどは5600万ですよね、出たの5600万ぐらい。じゃあ次いくつ出るかなということで、テオの下打ってみましょうか。5600ぐらいだったから、まあおおよそ2億7700ぐらいか。だから変わんないですよね。まあ変わって500万ぐらいか、500万ぐらい上乗せされるぐらいってなると、そこまでこだわり持ってこの無理にタイミング合わせてあのエリシアのスキルを使うっていうのは結構大変かななんて思って、もうあえてエリシアの覚醒スキル使わなくてもいいかなっていうぐらいの考え方で私ちょっとやっていました。まあちょっとね、完走するにはすごい難しいんですけど、まあボス戦の宝石で防御力アップなど呂布につけてあげたら最後まで生き残れるのかななんてちょっと感じました。あとはあれですよね、呪いですよね。結局ダメージがちょい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 来るのは、だから呪いの宝石を呂布かエリシアにつけてあげる、うん、そうすることによって最後まで延命できるという形が作れるかと思います。いやでもね、正直な話言ってみましょう。ここはね、もうバートリーがここ最適性なんで、こんな編成でやらなくて大丈夫ですからね、皆さんね。皆さん、スコア伸ばすんだったらバートリーでね、しっかりスコア伸ばしていってくださいね。はい。誰もこの上位の方々、手を使ってやってる人いないと思いますんでね、バートリーみんな持っててやってますんでね、ぜひとも皆さんバートリーでスコアもっと伸ばしてみてください。ということで、最後にちょっと、ランキングは出てないんですけど、今現状ちょっと見ていきますと、5億だもんね、39位ぐらいですね。ジョーカーさんと少年 A ちゃんさんの真ん中ぐらい、5億だとこんなもんということでございました。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。